プロ野球セリーグ来季の再開予想。今なら石田バウアーエスコバー流出で来年横浜再開説あるけど、西川流出、マクブルデビッドソン・アンダーソン・ターリー対談、今年の方がセリーグ5位、主力の高齢化広島もなかなかヤバくないか。立浪さんがしっかり中日を突き落とすから安心して、その程度のマイナスなんぞ大したことないわ。横浜はバウアーエスコバーが自由契約になっただけだし、石田も宣言残留認めてる。終わってみたらいなくなったの今永だけってオチも十分ある。オープン戦と交流戦優勝に切り替えていくんだ。横浜は若手投手育ってきてるから、ある程度今永バウアーの穴埋まるし、 A クラス争いまではいけるやろ。森、中川、深沢、小園、新石田、新旧松本が350イニング稼ぐから大丈夫大丈夫。問題は安田圭介がダメでエスコバー対談した中継ぎよ。目を出し始めた林木の梶原の若手がどうなるかだな。広島は今年はプレーしただけやから来年は普通に B やろ。西川とデビッドソン抜けて誰がホームラン打つんや。広島の新外国人がデビッドソンより打てると思えんな。西川不在の時に10連勝しとるんよな。別におらんでも何の問題もない。広島はチニドラに負け越してるからな。まあ広島は今年できすぎやな。中日は今どんだけポジってても怪我人帰ってきたって言っても、開幕戦までに主力何人かが確実にシーズン絶望の離脱するからな。中日しっかり補強動いてるからわからんぞ。中日って横浜以外にはやや弱いレベルで済んでるやろ。そのされ今年ほど中日かもれなくなった横浜と逆転あると思うわ。なんやねんこの中日か横浜みたいな不調。一理ある。中日は上積みしかない状態だから最下位 DeNA とは大差つくと思うわ。5位ではあると思うけどね。中日はなんだかんだ若いの育ってきてるからそこがわからん。広島横浜が B 転落なら代わりに A なるんは略中か。巨人は A やろな。でも阿部や2位巨人の同格になってきたのは割と若手伸びるで。ここ巨人もリリーフが整備できたらというとんでもない川残業。巨人は阿部が立浪って沈みそうな気がする。ヤクルトはピーターズが抜けた。ヤクは村上がどうなるかやな。来年は謎にヤクルトが強そう。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。